はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第295回でございます。今回ちょっとすいません、いつもね手書きのものを画面に映してるんですが、ちょっとそれが用意できなくて事情があってね、なのでサムネイルのまま画面になってると思うんですけど、で今回のテーマが不幸は貯金して換金すればいいかなというテーマです。でそのメインテーマ喋る前にですね、今週本のプレゼントしますっていう珍しいちょっとプレゼント企画のやつをやったんですけど、で5名様に自分のね4月にした著書をプレゼントしますみたいな話をして、ありがたいことにですね、自分ほんと100通来たらいい方だなって思ったんですよ、今までの傾向からして。そしたら500件を超えたんです、応募ありがとう、本当にありがとうございました。で、まあ、少ないんですけど、ちょっと Amazon でね5冊追加で自分で買いまして本を、なので10名の方に、プレゼントさせていただきます。ただ今30件ぐらいメール読んだんですけど、もうねコーツなんかつけられないです、もうみんなあったかい。そうなので申し訳ないんですが、こうなんだろう、選んでっていうよりももうランダムに選ばせてもらいます。はい、なのでちょっとね確率的にはかなり低くなってしまうんですが、当選者の方は次の土日ぐらいに500件読めると思うんで、土日ぐらいには連絡いくと思いますので、ぜひねお待ちいただけたらと思います。当たんなかった方もごめんね、申し訳ないんですが、ちょっとまあかすかな楽しみだと思って待っててください。はい、で本編の方行きましょう。でですね、まあ、今回不幸はっていう話をしてるんですが、先に言っておくとですね、今自分がですねここ数年間で一番しんどい時です。まあ不幸っちゃ不幸だと思います。今こんな感じで普通のトーンで話してるんですけど、結構普通のトーンで喋るのも辛いっていうぐらいに今不幸な時期がありまして、ちょっといろいろとね、ただその不幸話をひけ散らかすだけだったら面白くないっていうか、聞いても楽しくないでしょ。ぜひその一歩先を、まあ、自分で今頑張ってこう奮い立たせて思ってるところがあって、それをみんなに伝えたいなと。みんなもこれから不幸がね何かしら起こるかもしれない、もしかしたら生きるのをやめたくなるぐらいな辛い時があるかもしれない。その時に、ああそういえばなんかあの時あのおっちゃんこんなこと言ってたなみたいな、何かの突破口のきっかけになったら、まあ、そんなも嬉しいなと思って、その辺ちょっと聞いてもらえたらなと思っております。よろしいでしょうか。はい、ということで、まあ、もう一回テーマを言うとね、不幸は貯金して換金すればいいじゃんっていう話。不幸貯金です。不幸貯金、不幸なことってさ、まあ人生起こるよ絶対に。で自分よく言うけど51対49なんよ人生は。 51% の幸福幸せなことと 49% の不幸なことで人生はできてると思ってる自分はね。じゃあ運がいいと思ってるよ、めちゃくちゃ運がいいと思ってるんだけど、でも不幸なことも起こるし、ただ不幸以上に僅差だけど、めちゃくちゃね僅差だけど幸福の方が多いよって思ってるので、今回めちゃくちゃ、まあ、大きな不幸なことがちょっと起きてしまって、正直ね、いや正直言う、これダラダラしてたからいいよね、もうねちょっと生きるのやめたいなと思った一瞬、ごめん思った。いや別に何かをするときないよ、リストカットするとかそういうのはしないんだけど、もうねしないけど思った、頭かすめたよちょっと、もういっかなっつってね。でも、まあ、もちろんそんなね一瞬でもう吹き飛ばすから、そんな吹き飛ばして、でただやっぱりそのことを考えると不安になるし、もう心がギュッっていう胃が痛くなるしねってなってしまうよ。なんかいじめを受けた時にすごく似てるんだけど、そうでどう考えたかっていうと、まあ、もちろん今も不安定です。そう今こうやってちょっと普通のトーンで喋ってる時もあれば、もう何も喋れない考えられないみたいな時もあるんだけど、でも不幸なことってさっき言ったようにね、俺は幸せなことの方が多いと思ってる。ってことは不幸なことがいっぱい起こってしまって、それを貯金しておいて何に換金、まあ、換金っていうとお金になっちゃうんだけど、まあ、なんか物に変えるとしたら何に変えるかって、幸せなことに変えるんだよ。50ポイントの不幸を貯めてしまったら、あれか、49ポイントの不幸を貯めたら、俺は51ポイントの幸福と交換できるわけ、発想としては。だから今は不幸だし、しんどいし辛いけど、ここを踏ん張って耐えてね、なんかこう過ごして、まあ、時間経過した時に絶対大きな幸せやってくるんだって、絶対大きな幸せ掴んでやるんだっつってっていう風に思ってる。不幸貯金ってね、誰しもしてると思ってる。俺は不幸なことってやっぱり積み重なっていって、ある程度貯金してるの、まあ、貯金っていう言い方も合ってるかわからないけど、まあ、そういう発想ね。それをいろんなものに換金できると思う。自分は幸せなことに換金しようって頑張って持っていく。でも例えば不幸なことをこうやっぱりいろんな人にこう言ってって、まあなんていうのかな、もっと不幸なこと、なんかさ、泣き面に蜂っていうことわざがあるじゃんか、嫌なことがどんどん重なるみたいな、泣き面に蜂ね、あれみたいな感じ。不幸って
ぱりこうね、使い方を間違うと不幸を呼ぶんだよね。どん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 不幸になっていくと思ってる。昔の俺がそうだったから。でもそのループにはまりたくないし、絶対に嫌だし、 そんな姿をみんなに見せたいくて動画やってるわけじゃないし、そうだからしっかり今不幸を貯金しなきゃいけない時期だけど、したくないけど本当は。でもこれをそれ以上の幸せに変換するんだって、換金するんだ、だから今は耐えるぞって思ってやってる。でそれも、まあ、発想のあと発想でその不幸なことが起こったんで、ちょっと内容言えないんだけど、起こって、それが自分の人生をこれから先豊かにするためのことだったんだって今一生懸命思うとしてる、言い聞かせてるの。難しいけど、でも思ってる。そう、まあまだまだ正直不安定だし、不安だし、結構この問題俺のやつはまだねしばらくかかるんだわ、解決するまでに。そうだから、やっぱ動画投稿とかもしかしたらね、ちょっとまだ、まあ普通にちょっとスケジュール的な問題もあるけど、なかなかモチベーション的な面でも動画投稿がもしかしたらできなくなる時があるかもしれないんだけど、でもまあそれでもなんだろうな、不幸っていうものが起こった時に、不幸が重なった時に、こうやって踏ん張ろうみたいな、こういう考え方があるんだよっていうのは今俺が実践してるからさ実践してこういい結末になってない分ちょっとまだ説得力が欠けるけどさ、でもなんかみんなに伝えたいなと思って、そう、それをテーマにして喋らせてもらいました。実はね、これ日曜の8時じゃん、ダラダラジオって。今ね、日曜のね、6時46分なんだよ間に合うかな、多分編集も入んないからギリ間に合ってると思うんだけど、そう、ちょっとスケジュール的に取れなくて今週、そう、まあいろいろあってさ、でどうしようかなと思ったんだけど、でも自分がね、これね、みんなのためにっていうか、みんなにも聞いてほしいっていうのもあるんだけど、将来またどうせ俺どっかでつまずくからさ、不幸が起こるから、その時に将来の配置聞いとけっつってそう思ってさ、まあ、自分のためでもある、将来の、っていうのと、まあ喋るっていうのはさ、自分の考えをまとめるというか、ある程度整理される部分もあるんで、それで喋ってます、今週いいかなってちょっと思ったんだけど、でもやっぱりせっかくだし、今ちょうどタイムリーだったし、俺の中で、そう、喋らせてもらいました。ってことでちょっと手短なんですけど、今週はねこんな感じで、ぜひね、みんなもし今ね不幸だったりしんどい方がいたら、ちょっと一緒に頑張ろうね、踏ん張りどころだよ、それ以上の幸せと換金するためにさ、頑張って貯金しよう、しんどいけどね、お互い頑張っていきましょう。はい、ということで今週のダラダラジオは、不幸は貯金して換金すればいいかなというテーマで喋らせていただきました。来週はもうちょっとすっきりしてね、喋りたいとこなんですが、まあ、ぜひぜひまた来週もなんかね喋っていきますので、よかったらまた来週も聞いてみてください。では今週のダラダラジオはこの辺で終わります。以上です、よいしょ。